皆さん、こんばんこばはふるー、金曜日の夜いかがお過ごしでしょうか今回も始まりました「アビズメイサ」この「アビズメイサ」では芸能事務所アビクションに所属している私たち佐久間しおり、有田奈緒吉川杏奈星リー奈菊池美香の5人の女の子たちで楽しい時間をお届けしていきたいと思いますはいえっ、ー、とー45回目の今夜は私 なおたんこと有田ナオでお送りしたいと思います。はい、えっと今日も収録の様子を動画で撮っているので、えっと、番組の最後にお知らせしますのでそちらもチェックしてください。はいそれでは「アビズメイサー」スタート <music> はいということで。 三月三日、日の祭り、イエーイ。<laughs> じゃなくて、あ、はず、私、なんと。今回一人で、ラジオです。わあ。<laughs> ありがとうございます。はい、え、なぜ、なぜ、なおたん、今日は一人なんだ、ということでね、皆さん、ちょっと、気になったかと思うんですが。今日は、まあ、あんちゃんはね、もう、お休みだし、みかちゃんも、まあ、お休みになっちゃってて。で、残すは、さくちゃん。 とリーナちゃんじゃないですかでさくちゃんはまあお仕事だったりとかで来れなくてまあリーなちゃんも来れなかったりとかでまあなんと私一人ということでねはい <laughs> <laughs> まあまあまあ緊張しているんですがちょっとあの楽しんでいきたいと思いますでえっと今回はまあなおたん一人一人ぼっちラジオぼっちラジオということでまあなおたんの近況報告でもしようかなって思って。 たんですけどまあ、まあ、3月3日ねひな祭りねひな祭りから考えるとまあ、約1ヶ月前くらいの話になっちゃうんですけどあの実は私1月の31日と2月1日にちょっとやりたいことをやってきたのでその話をしたくてでまずえっと三 3, 3月じゃないよ <laughs>。 1>, <laughs> 1月31日に何をしたかというとフラワーバスに入ってて撮影をししきましたそれは何ぞやってなるじゃないですかでフラワーバスっていうのがもう私いやずっとやりたくてあの私海外のなんかおしゃれな画像とか集めるの好きってなんか過去にも言ったかもしれないんですけどなんかそういうので、まあ、高校生ぐらいの時からいろんな画像とか集めててでその中で海外の女の子があの湯船 フラワーバスだねフラワーバスバススタブに使っててで服着たまま女の子が入っててでお花がいっぱいあってっていう写真があってそれがすごいおしゃれだなって思っててそれずっとやりたくてでなんかまだ多分日本でそんなに多分メジャーじゃないっていうか、まあ、やってる人いると思うけどそんなにみんながよくやってるシチュエーションじゃないと思ってたのでなんかこれはちょっと一刻も早くやっぱりやるべきだなと思って。 あのちょっとチャレンジしてきましたでまあこれは企画企画モデルもなおたなのでちょっと私がいろいろお風呂が大きそうなところをまず探してであとお花も自分でこれがいいこれがいいって選んでっていう感じで撮影してきたんですよ。でなんかあえちょっと待って <laughs> 私ちょっと1個言い忘れてることあった あったんですけど <laughs> まああの YouTube をご覧の方ちょっとお気づきかもしれないんですけどなおたん歯の矯正本格ししまこれちょっと結構ガチなやつがついてるんですけどなんでガチかって言ったらなんか私八重歯八重歯なのちょっと皆さんご存知だと思うんですけど八重歯を普通抜くじゃないですか矯正するってなったら。 でででも私抜抜かないいののの横の刃をてててその刃を押しし込めようっていう作業してるんです今ねだからちょっとすごいガチなやつがついててだからちょっとこれで今日ラジオ,ラジオかーって思ってたんですけどまさかの私一人っていうことが発覚してちょっと休もうかなぐらいの勢いだったのにまさかのねピンっていう形になったんですけどまあまあまあそれでまあ結構。 経過も楽しみでで、すねと、はい、ということで <laughs> さっきの話に戻るとでそのフラワーバスの撮影をするってなってであのー、えっと今回ちょっとその次の日の予定も考えて埼玉県え発音おかしすぎた <laughs> 埼玉県で撮ろうってなったんですよ。で埼玉であのー、いい感じのバスルームがあるお部屋も探して。 で、あの撮影が夜だったのでそれまでの間ちょっとまあ普通にねお買い物したいなってなっちゃって <laughs> なのでちょっと入間市のアウトレットに初めて行ってきたんですよ。でえー、っと、入間のアウトレットも三井アウトレットパーク系の三井だったんですよ。で三井私結構アウトレットパーク行っててで三井はなんか。 まあみんな入ってるお店一緒だなっていうイメージだったんです結構だいたい一緒だなみたいな感じで行ってちょっとなめてたんですねでアウトレットパークついてやばすぎて広いし広いししかも私の好きなラルフローレン入ってるしみたいな感じでもうめっちゃテンション上がってでも結果買ったのといえばまあシールとかシールとかなんですけどまあ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 そんな感じですごい楽しめたんですよお買い物であシールはどこで買ったかっていうとプラザのアウトレットがあってであのー ミセス・スグロスマンっていうシール結構有名なアメリカとかの有名なシールがあってでそこそれ別に安くならないじゃないですか普通に買うとしたらなのにちょっと安くなってて20円とか <laughs> 安くなっててこれはもうまとめ買いだと思ってそれいっぱい買いましたでだからその,あのイルマのアウトレットも結構おすすめですで あのそこからお花探そうってなって花屋さん検索したんですけど花屋さんって、まあ、ホームページやってるかって言ったらちょっとクエスチョンじゃないですかだから全然見つからなくてで,でも普通に考えてあのイオンモールがあってあイ,オンイオンはいいかもしれないってなってイオンに行ったらもう安定のイオンでイオン様様本当にであに食品のところに必ずと言っていいほどあの入ってすぐのところにお花売り場あるじゃないですかそこでも 本当に品揃え結構よくてお花のだからそれをもういっぱい買ってこれかこれかってってババババって買ってで無事あの撮影を終えることができましたなんか本当に結構いい作品になったかなって思うのでちょっと皆さんぜひ見ていただきたいなって思いますまだ見てない人いたら直太のインスタでインスタかツイッターで有田直でハッシュタグつけて。 出してるのでそれでもできるしあと「アビズメイサ」のハッシュタグでも投稿してるのでアビズメイサって、えー、とインスタで検索してもらえれば多分出てくると思いますのでぜひチェックしてください。はいであそれでなんかそのお花いっぱい買ったじゃないですかでそれをまあホテルに置いて帰るっていう選択肢あるんですけどでも私もったいないから全部持って帰りたくてあの自分の水いつも ボトルに入れて持ち運んでるんですけどそのボトルに全部鼻ぶち込んで持って帰ってきたんですよ自分で <laughs> でだからもう今本当に鼻のある生活すぎて過去最強にもう鼻だらけなんですよ部屋だからそれでちょっと癒されてるんですけどねそれでなんかちょっと一個思ったんですけどなんかあの花、ー ちょっっと乾燥してドラライフラワー気味にななたりするじゃないで,すかでそれそれも普通に可愛いなって思ってで1本あのドライフラワーとしてと吊るしてみたんですよでもなんかどんどん色濃くなってきてなんか赤なんだろうピンク濃いピンクだったのが今なんかすごい濃い紫みたいになっててでなんかそれは、まあ、それはそれで可愛いけどなんかもうちょっといい方法ないかなって思ってちょっとネットで調べててかちょっと思い出してなんかあのえっとシリカゲルっていうお菓子とかに入ってる乾燥剤あるじゃないですかなんかあれにつけると 花をなんかしばらくそれになんかつけるとすごい綺麗なまま乾燥してくれるみたいな情報があってであそれだって思い出してでまあ、まだ知りかげる買ってないんですけど <laughs> なのでちょっとあのちっちゃめの花をちょっと瓶に入れてあのお菓子とかに入ってるしりかげるとか乾燥剤をかき集めてちょっとババババって入れててでそれ結構調子よくていいなって思ったんでちょっと今度あの。 なんかドライフラワー専用のシリかげるみたいなういう乾燥剤が売ってるらしくてアマゾンとかでも買えるみたいなそれをちょっと買ってあのドライフラワー作りでもしてみようかなって <laughs> <laughs> 思っててちょっとまたね新しい趣味発見かなみたいなところでございますなのでまあ、またそのえっと買ってですねやったらあの是非ラジオで報告していきたいと思います <laughs> あとそのお花 乾燥したたお花ドラライフワーなったやつをあのアクセサリーとかにしたら可愛いかなって思ってそうですねまあちょっと夢は膨らんでいるんですけどちょっとそれをやってまあちょっとラジオにねつけてくるとかでもいいですしちょっとねやってみたいかなって思ってますはい <laughs> 時間が余ってしまいましたねいや一人でしゃべるのってねなかなか難しいよねって言ってもでもみんな多分皆さんね あの普通のラジオって大抵1人だと思うんですけ今までがなんかちょっと事件だったっていう感じでね死ぬほどあれじゃないですかあの人数多かったですね初期のアビズメイサって <laughs> 牛ゲー詰めでもうこのスタジオパンパンみたいななんかもう椅子も座れなくってあとヘッドホンとかもなくて <laughs> 人数分足りないぐらいの多さでやっててちょっと本当にね今回かなり新鮮で一人ぼっちうんちょっとレアな 感じてねおお送りしておりしますはい何の種類のお花、うん、<laughs> 何のの種類のお花かっていうとえっと、まあ、私お花だと結構みんな女子さ最近言うけどさかすみ草が好きなのねかすみ草の花束とか普通に欲しいタイプの人間でかすみ草をいっぱいとあとなんかちょっとカラフルめにしたくてあの何 あのちょっと固まった色なんか全部ピンクとかじゃなくてちょっと濃いピンクとか混ぜたくてだから色的には白薄ピンク濃いピンクみたいなあ結局ピンクだね <laughs> っていう感じでまとめつつそんな感じカーネーションとかあとバラとかあとガーベラガーベラは口に加えたくて <laughs> ガーベラも買いましたはいだからちょっとねいい感じだよね本当にそれ ドライフラワーになったら可愛いなって思ってる <laughs> ですねはいさあ <laughs> はいあと1分ですはいということでねまあドライフラワーえドライフラワーとかさなんかあドライフラワーで調べてからさブリザーブルフラワーっていうのも調べたんだけどなんかブリザーブルフラワーっていうのはなんかドライフラワー と違ってなんか全部乾燥させて色とか全部脱色して真っ白にしてから色付けるらしくてえ知ってましたか川島さん <laughs> 知らないですよねなんかそれはちょっとプロっぽくてすごいなって思ってまあ普通にちょっとドライフラワーやりたいなって思っておりますはい <laughs> はいということでまあえっと初ポッチラジオね やっっていったんですけれどもまあ次回,次回もまあなおたんひとりぼっちラジオですよということで次回は2月1日のエピソードをお話したいと思いますので是非ご期待ください。はい、ということで皆様いかがでしたでしょうか。アビズメイサではリスナーのあなたからのメッセージお便りあれ一緒だ <laughs> 質問などなどお待ちしております。はい宛先はこちら。 メールアドレス 789-kfm789.co.jp789-kfm789.co.jp ファックスの方は0356705332ですぜひメッセージなどなどお待ちしておりますはいそして今回の放送分は葛飾 fm の youtube にて3月 6日の月曜日にアップされますのでぜひそちらもチェックしてみてください。一人ぼっちのなおたん、えっと、歯の矯正器具ついてるちょっと見苦しいかもしれないなおたんをぜひチェックしてください。はい、それではまた次回の放送でお会いしましょう。バイバーイ